小田急2200系電車、小田急2200系電車、小田急2200型電車は、小田急電鉄、小田急が、かつて保有していた、通勤車両である。小田急の一般営業車両としては初めて、カルダン駆動方式を採用した電車で、いわゆる、高性能電車の第一世代とされ、本形式で採用された技術は、その後の小田急の車両における基礎的なものと、 位置づけられている。本校では、以下、ほぼ同様の車体で、駆動方式が一部変更され、当初4両固定編成で導入された、小田急2220系電車についても記述し、2200系、2220系の2形式をまとめた、故障としては、本形式群、2300系、2320型も、含めた4形式をまとめた故障としては、 アブフム社を用いる。また、2400型は、HE 社、2600型は、ネイ社と表記する。1950年以降、日本国有鉄道、国鉄をはじめとする、各鉄道事業者では、車体及び、台車の軽量化と、駆動方式の変更と、主電動機、モーターの小型化を軸とする高性能車の開発を、進めていた。小田急においても、例外ではなく、 1951年2月には直角カルダン駆動方式試験台車を装備した東芝の試験車両1048号車を使用して走行試験を行ったほか1953年2月には日本鉄道技術協会の高速運転に関する研究に協力する形で試験台車を装備した国鉄モハ4030モハ4044を使用して走行試験が行われた 台車教室車として、モハ7004も使用。また、1953年には、試験的に車体と台車の軽量化を採用した2100型が登場していた。これらの試験結果や、運用実績を踏まえて、小田急では、初となる軽量高性能車として1954年7月に導入されたのが2200系である。2200型は、 全面非貫通型で2両固定編成であったが、1958年の増備車両では全面貫通型の4両固定編成となり、形式も2220型に変更された。さらに、1959年には全面貫通型の2両固定編成が2200型として増備された。その後、HE 車の増備が進むにつれて、本形式群は、 HE 社の増結車両として使用されることになり、2220型は二両固定編成に改造された。2300系、2320型が通勤車に格下げされた後は、二両固定編成の高性能車として4形式とも共通運用が行われるようになり、搭載制御機にちなみや部不車、または FM 社と呼称された。 1982年8月から到達が開始され、1984年に本形式群はすべて廃車となった。廃車後は富士急行へ8両、新潟交通へ2両が譲渡されたが、いずれもすでに廃車となっている。そのほか、8両分の台車が伊予鉄道に売却された。本節では登場当時の車両仕様について記述する。 2200型は17.5メートル車による2両固定編成で、形式は全車両で派2200系である。すべて先頭車で、車両番号はデハ2201からデハ2218までの連番となっている。2220型は同じく17.5メートル車による4両固定編成である。形式は全車両で千二百二十型で、車両番号は 以下の通りとなる。先頭車、中間車とも車体長17000ミ、mm、リメートル、全長17500ミ、mm、リメートルで、車体幅は2700ミ、mm、リメートルである。正面はデハ2217デハ2218を、除く2200型が非貫通型の2枚窓で、そこは、かとなく、動物的な印象があり、猫という愛称で呼ばれていた。 1956年までの製造車、デハ2212までは窓枠が地域製となっているなど、車体の一部に木製部品が使用されている反抗性車体であったが、1957年以降の増備車両ではアルミサッシの窓枠が採用され、木製部品は全く使用されていない全金属製車体となった。2220型では、検から、 車内清掃時の移動のため貫通扉設置の要望があったことから貫通型3枚窓となり、デハ2217デハ2218も貫通型で製造された。貫通扉の隙間風対策として、それまでの車両では単に走行中に開かないためのラッチが設置されていたのみであったが、2220型では当時の冷蔵庫で採用されていた。 大型ハンドルで押し付けて密着させる方式が採用された。2220K、デファ2217デファ2218では、貫通扉下部に方向膜が設置された。客用扉は、各車両とも3箇所で、1100mm 幅の片開き扉である。側窓は 1000mm 幅の2段上昇窓が客用、扉間に3つ。 客用扉と連結面の間には二つ、乗務員扉と客用扉の間には一つ、配置された。各客用扉に隣接する窓のうち一つは、戸袋窓となっている。トイレの窓は、曇りガラスとされたほか、男子用、トイレ部分の窓幅に限っては、500ミリメートル幅となっている。屋根状の通風機は、 デファ2217デファ2218を除く2200型は屋根状に小型通風機を2列配置したが2220系デファ2217デファ2218では屋根中央に1列という配置になった塗装は腰部と上部が青色窓周りが黄色という当時の特急色となったこの塗装デザインはその後9 6 9年まで 通勤車両の標準色となった。座席はすべてロングシートであるが、扉脇の仕切りは板状のものから金属製のパイプに変更となった。2220型では、比較的長距離の運用があることを考慮し、デファ2222デファ2226デファ2230デファ2234の小田原より海側にトイレを2室、設置した。連結面よりが、 男女共用の和式トイレ、扉側は男子専用の雇用トイレである。車内の照明装置は2100型で、試験的に採用された交流蛍光灯を本格採用した。戦闘車では40ワットの蛍光灯を各車両とも2列に11本並べており、照度は460ルクスである。本形式群共通の事項として、 主に車両製作費や保守費の抑制を目的として、電動発電機と電動空気圧縮機を奇数番号の車両に、主制御機と終電装置を偶数番号の車両に搭載し、機器の集約化を図り、同時に全電動車方式とすることで高加減速性能を実現し、列車の高速化と単位時間あたりの列車運行本数の高密度化を合わせて実現可能とした。 各車両とも一台車に対して、主電動機二機を走化している。2200型では、主電動機は小型で高速回転の電動機として、1時間低角出力 75kW、端子電圧 340V の三菱、電気メガバイト -3012B 型を使用した。駆動方式は、電気子軸を線路方向にレイアウトし、自在継手を経て、ハイボイドギアで減速しつつ、 回転方向を直角に変える直角、カルガン駆動方式であり、台車はアルストムリンク式、平行リンク式、住友金属工業製の FS203 が採用された。いずれも、小田急では、初の採用事例である。2220型では、保守部門より、保守軽減を図りたいという意見があったことと、折しも主電動機の電気子軸を従来、 通り枕に方向にレイアウトする WN 駆動方式について、狂気用を実用化する目途がたっことから、主電動機は1時間定格出力 75kW、端子電圧 340V の三菱、電気メガバイトマイナス 3032A 型とし、駆動方式については WN 駆動方式を採用、台車もアルストムリンク式の住友金属工業、FS316 系、 が採用された最終造備車のデハ2217デハ2218では駆動方式と手電動機は2220型と同一ながら台車は小田急で初採用となる空気バネ台車として FS36 型をベースとして枕バネをベローズ式空気バネで置き換えたアルストムリンク式空気バネ台車の住友金属工業 FS321 型が 採用された。アルストムリンク式の台車は、機器流用車両の4000型を除く、その後の小田急の通勤車両の標準となり、1000型まで継続して採用されたほか、特急車両でも7000ケールス車、1万ケイヒセ車、2000ケース車にも採用されている。主制御機については、三菱電機製の自動加速系弱め買い、実北弾制御装置であるアブフム D 型が、 採用された。これは8個の主電動機を一つの制御器で制御する、方式で発電制度を常用する。また、制度装置は電磁直通式で電空併用、発電制度、空気制度を併用の中継弁付自動空気制度として HSCD 型が採用されたが、これは日本で初の採用事例である。 1954年7月に2200系二両固定編成4本が入選し、同年7月30日に関係者向けの展示会が行われた後に運用を開始した。運転を担当する乗務員、運転士からは、それまでの小田急の車両とは異質の車両として受け止められ、本形式の運転に対して苦手意識を持つ運転士も多かったという。起動時に、 主観制御機でノッチを投入した後のタイムラグが理解できず、上り勾配のついた本線上での入れ替え時には、ノッチ投入後に電車が一瞬交代するために車両故障と間違えられたこともあったという。2200型は1957年までに8、編成が製造されたが、1958年の増備にあたっては4両固定編成に対する要望があったことや、 折しも狂気用の WN 駆動方式について実用化の目途が立ったことから、車体や駆動方式を一部変更した上で4両固定編成とした2220系の増備に移行した。なお、1955年以降数字に分けて、デハ2207デハ2211に新三菱重工業 MD101 系台車を装着した上で平行カルダン方式の試験が行われた。 新宿と箱根湯本を直通する急行については、本形式群の限定運用となるなど、小田急の通勤車両の筆頭として運用されていたが、全車電動車方式では車両の製造コストや保守費用の増大も招くことになった。折しも通勤需要の増大が著しかったこともあって、これまで以上のペースで車両増備を行わなければならないことになり、 投資額の大幅な増加が懸念されることになった。このため、1959年の2行、固定編成増備を最後に心臓は打ち切られ、以後の車両増備は経済車両として新しく設計した h e 車によって行われることになった。なお、同年に増備された編成は、車体や駆動方式は2220型とほぼ同一であったが、 2両固定編成であることから2200系の増備車として扱われ、番号も2200系の続き番号であるデハ2217、デハ221となった。HE 車の導入後、2200型は主に4両編成の列車に対する増結車両としての運用が多くなった。2220型についてはしばらくは HE 車と同一の運用についていたが、 HE 車の増備が進むにつれ、増結用の二両固定編成が不足気味になったことから、1962年に2220、型は二両固定編成に改造されることになった。この時、まず戦闘車だけの二両編成に蘇生を変更し、中間車に対して、HE 車と同様の正面形態で貫通系、運転台を増設した後に、元の編成に戻すという手法を取っている。 増設運転台は、全消灯が二等式となっていることと、全面貫通扉に設置された方向膜が埋め込み、仕様になっている点で、識別可能であった。また、車内トイレは、この改造時に廃止されている。1963年には、準特急の廃止により、2300型と2320型が、本形式群と同様の目的で使用するために3。 扉ロングシート車に改造され、以後は、本形式群と2300系、2320、型は共通運用となり、小田急のダイヤ上も同一形式扱いとされるようになった。小田急の場合、ネイ車までの通勤車両については制御装置などの、エ字ジによる略称を内部用語として用いることがあり、趣味的にも流用されるが、本形式群と2300系、2320、 型を含めた4形式においては、搭載制御機にちなみ、アブフム車、あるいは FM 車と呼称されるようになった。なお、2200系の内気貫通型の車両については、一時期正面貫通型化改造の構想があったため、しばらく方向膜は設置されていなかったが、貫通型化改造は行われないことになったため、1963年に方向膜の設置が行われている。また、 木製窓枠の車両については、この時期に、順次アルミサッシ化が進められた。1968年には、季節の運転台の全消灯も、すべて二等式に改造され、同時に種別表示幕、OMATS、信号円管の追設が行われた。1969年には、ケープアイボリーにロイヤルブルーの帯を巻く、新塗装に変更で、同時期に連結機が、 密着自動連結機から密着連結機に交換された。1974年には扉下にプラットフォームと車体の間の隙間を埋めるためのステップが設置された。この時期以降、大型車両の増備に伴い、アブフム車は2両編成を3本連結した6両編成での運用が目立つようになった。字にはアブフム車だけで10両編成を組むこともあった。また、 全面非貫通型の2200型は6両編成の中間に連結されることが多くなり、戦闘に連結される機会が減少した。1982年より、アブフム社の到達が開始されることになり、まず2200系の1編成、二は2211で千2212が1982年8月31日付で、廃車となったが、廃車後は、富士急行。 富士急二乗とされ、同社では5700型として使用されることになった。ところが、譲渡整備を行った状態で定期検査を行ったため、同年8月30日には、富士急の塗装デザインで、小田急の路線上での試運転を行うという珍しい事象が発生した。その後も、全時8000系の増備とともに廃車が進められ、 2200系の非貫通型車両は1983年8月に全廃となった。残りの車両についてはしばらくは、アブフム社や H イジ社と連結した6両編で運用されていたが、1984年6月24日に、鉄道ともの会東京支部によるお別れ式が行われた後、同年6月30日に全車両が廃車となり、本家式群は共に全廃となった。 で、千2211で、千2212で、二2223で、二2224で、二2225で、二2226で、二2227で、二2228の8両が、富士急二乗とされた。なお、元2200系の2両は、譲渡後の1984年に2220系の廃車で年出された、FS316 に台車を交換している。 前日の通り、同社では5700型として運用されたが、比例傍車である上に老朽化が進んだため、車両のレベルアップのため、k o 5 0 0 0系を譲り受けの上車両の更新を行うことになり、1995年10月以降に順次廃車が開始され、1997年3月に全廃となった。なお、廃車後に両分の台車が富士急から、 長子電気鉄道に譲渡され、同社で破線軽電車に使用されている。1984年6月に廃車となったデハ2229デハ2230については、ワンマン運行のためのバックミラー設置と、路面区間に対応した廃焼機の設置を行った上で、新潟交通に譲渡された。塗装は変更されず、番号も、形式称号がデハからも派になった以外は、 小田急時代と同じ番号である。輸送力列車に運用され、ワンマン化改造は受けてはいたが、県庁前駅と東間屋駅との間に存在した、軌道法準局間を運転する際には、車掌が乗務した。2229は、衝突事故に遭い、修理の際1994年8月に、貫通扉及び、方向膜の埋め込み改造を受けている。 モーターの故障を起こしたことで、動線廃止前の1998年11月に、旧車となり、そのまま、翌1999年4月5日に、電車線は廃止された。廃線後はしばらく旧東館や駅の車庫に放置されて、いたが、腐食が進んだことから当駅に留置されていた、他の車両と共に2003年3月に解体された。なお、旧東館や駅の車庫も、その後、 同年6月に解体された。台車のみの譲渡であるが、6両分の FS316 と2両分の FS321 が、主電動機一式とともに譲渡されている。FS321 は130系も、8 3 3も8 3 4の構成のおかじに、使用され、その後、KO 帝と電鉄、 当時から譲渡された700系のモハ717模ハ718で使用されていたが、車輪添削版にかからないことから、1993年11月までに他の台車に振り替えられている。FS316 波模ハ131模ハ132模ハ135模ハ136モハ301モハ302に使用するための台車として使用され、 その後1993年11月時点では、同社もは712もは714もは715、もは722もは72もは725に使用されていた。その後3両が他の台車に交換されたため、1999年の時点では、同社もは722もは724もは725で使用されている。 1983年6月に廃車となった2200系の第一編成、デハ2201デハ2202については、小田急では初の高性能車として歴史的な意義があることから保存されることになった。廃車後しばらくは大野工場の西側の本線脇に保管されていたが、1997年に登場当時の青色と黄色の塗装デザインに戻された。あと、 1998年2月に北見県尺に移動された。以後は同県尺内で保存されており、時折ファミリー鉄道展にて展示されることがある。長らく2両1編成で保存されてきた本、形式であったが、デファ2202に関しては、デファ2201から切り離された後に2019年5月をもって解体された。そのため現在は、 デファ2201の一両のみ保存されている。1984年6月に廃車となったデファ2218については、同年12月に神奈川県藤沢市の辻堂海浜公園内の交通公園に搬入されたが、この当時の小田急では珍しく、トレーラーによる車両輸送が行われた。保存にあたっては台車を富士急の台車交換で発生した。 fs203 に変更している。車内にも入れる状態で保存展示されていたが、潮風を受けて痛みがひどくなったため1994年9月に解体された。1982年の廃車後に富士急二条とされた、デハ2211デハ2212富士急行ではモハ5707モハ5708については、 富士急で1996年9月に廃車後、山梨県笛吹市一宮町市の蔵の日本システムウェア上とされた。番号は富士急時代のままだが、塗装デザインは登場当時の青色と黄色のツートンカラーに戻されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。